どうも、まこなりです。今回は誰でもプレゼンが見違えるほど上手くなるたった一つのコツについて話していきます。ビジネスマンであれば営業だったり人前でプレゼンする機会は少なからずあると思います。その時にあこの人グダグダだなって思われるか、あこの人むちゃくちゃできるなって思われるか、これ全く違う印象になりますよね。すっごいグダグダなプレゼンをやると、あれこの人仕事できないのかなというイメージになってしまうので、仕事ではめちゃくちゃ損です。自分は大学生の頃プレゼンテーション大会で優勝して賞金100万円相当をもらったり、起業してからも数え切れないほどプレゼンしてきました。プレゼン資料も数百作ってきたと思います。ついこの前もスカイマーク会長の佐山さんがやっている一橋の MBA で90分の講義をさせてもらったんですけど、終わった後参加者の方にこれまでに来た誰もが知るような著名な経営者と比べても抜群に面白かったと言ってもらいました。もちろん全て完璧だったかというとそうじゃないんですけど、ありがたいことに人前で話す経験は多かったと思ってます。プレゼンは奥深くて正直語り出すとキリがないです。ただあらゆるプレゼンで使えるコツが一つだけあると思ってます。このたった一つのコツを押さえるだけで誰でも見違えるほどプレゼン調子上手くなります。皆さんもこの動画を見た後はぜひやってほしいです。では早速結論言っちゃうんですけど、誰でもプレゼンが上手くなるたった一つのコツはスライド資料を作る前に原稿を作り込むことです。えそんなことって思うかもしれないんですけど、僕の見てきた中だと 99% ぐらいの人が最初からスライド資料を作り込んでるんですね。この動画を見ている人もそうしちゃう人が多いはずです。なぜこれだけで上手くなるのか、2つ理由があります。1つ目が本当に伝えたい情報が盛り込まれること、2つ目がビジュアルサポートに徹したスライドが作れることです。まず1つ目の本当に伝えたい情報を絞り込めることについてなんですけど、プレゼンテーションが分かりにくくなる一番の要因は余計な情報が詰め込まれちゃうことなんですね。みんな資料にあるスライド1枚1枚に情報を書き込みすぎです。でもこれやっちゃう気持ちはめちゃくちゃわかります。作ってると不安になるんですよ。あこれで納得してくれるかなと思っていろんな根拠となるデータとかグラフとかを詰め込んだり、退屈ないかなと思って写真とかネタを詰め込んだり、どんどんわかりにくくなってきます。プレゼンって準備する側は何時間もかけるんですけど、聞いてる側って5分から長くても数十分ですよね。いきなり人の話を聞いて細かいことわーって言われても絶対理解できません。細かいことは全部削っていかないと本当に言いたいことが分からなくなっちゃうんです。プレゼンを準備する人が思っているほど聞いてる人は細かいことを気にしてないんで安心してください。発表原稿を先に作り上げると余計な情報が入り込むのをかなり削れます。スライドに比べて普段に遂行しやすいし、大枠の流れを作るのも楽です。あと発表の文字数は1分あたり400文字以下が理想と言われているので、400文字以下に抑えておけばそれ以上話しすぎたり早口になってしまうことがありません。原稿を作るときに1点だけ絶対押さえてほしいポイントがあります。必ず見出しから作るようにしてください。いきなりがっつりと最初から書かずに大枠の流れを見出しを作ってそこから作っていく。そうすると何が言いたいか分かりやすい原稿になります。当然なんですけど概論から格論に書くとか文章として当たり前のことは守ってください。2つ目のビジュアルサポートに徹した資料が作れることについて、皆さんに聞きたいんですけど、プレゼンの一番の主役って何だと思います？答えはプレゼンター話し手です。本来プレゼンターの話が上手くてそれで聞き手が全部納得さえできればもうそれで終わりでいいんですよ。スライド資料なんてなくても全く問題ありません。だからスライド資料を作る理由はあくまでビジュアルサポート、視覚的なサポートをするためだと理解してほしいです。言葉に加えて写真や図表、グラフを作ることで言葉で説明するよりも何倍も印象的でイメージしやすくなります。まあとはいえいかなる場面でも一番大事なのはまずはプレゼンターの喋りです。どんなに素晴らしいスライドを作っても喋りがダメだったらもう伝わりません。まずここは頑張りましょうっていうところと、たとえ喋りが上手かったとしてもよくやっちゃうのがスライドにごちゃごちゃと書きすぎちゃうことなんですよね。これも覚えてほしいんですけど、人は話を聞くことと文章を読むことを同時にできません。この2つを同時にやらせたらダメなんです。主役はプレゼンターなんで常に自分に意識を集中させ続ける必要があります。原稿を作り込んで書き終わったらもうプレゼンの準備の8割は終わったと思ってくれて大丈夫です。あとはもう喋る言葉が伝わるようにスライドでビジュアルサポートを作っていきましょう。例として自分が全社員の前でプレゼンした時のスライドを見せます。人生最高のサプライズとは何かっていうテーマで話したんですけど、これ見てください。めちゃくちゃシンプルなんですね。写真だけのところもありますし、文字も本当に少ししか書いていません。このくらいもうビジュアルサポートに徹したスライドを作るのが大事なんです。アメリカの著名なマーケターのセス・ゴーリンという人は1スライドにつき6文字以上入れてはいけないと言ったりしてます。日本語の場合はちょっと違うんですけど、このくらい文字は減らせということです。繰り返しになりますが、人は話を聞くのと読むの同時にできないからです。プレゼンターの喋りをビジュアルサポートするスライドを作っていきましょう。本当はプレゼンについてはもっと伝えたいポイントたくさんあるんですけど、たった一つだけコツを教えるならということで今回はお話ししました。もしプレゼンについてもっと詳しく知りたいという方がいれば2つおすすめがあります。1つはプレゼンテーション全を読むこと、これ必ず読んでください。もう1つはテッドの上手なプレゼンを見ること、両方とも概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひ見てください。はい、いかがだったでしょうか。もしこの動画が少しでも役に立ったら SNS や社内のチャットに共有して応援してもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録と Twitter のフォロー、もしまだの方がいればぜひよろしくお願いします。これからも仕事に役立つネタをどんどん配信していきます。ではまた。